皆さんこんにちは。作曲家の西村直樹です。今日もウイナースタジオからお送りしています。今日2017年1月の28日土曜日、今日のスーファの言葉は、宇宙意識は調和意識、宇宙意識は調和意識。今日の BGM は誰が本当、金組鈴の歌1の中から誰が本当を、誰が本当言うでしょう、私のことを。金子みすず、大正末期の天才と呼ばれた童謡詩人。このみすずさんが残した詩は512編、そのすべての詩に512曲、7年半ほどかけて作曲しました。花に聞いたら首振って、キングレコードから200曲ぐらい出ておりますけれども、花たちは今日はこの金子みすずの歌、小林彩子さんの朗読でお送りしています。誰が本当言うでしょう。この挿絵も小鳥に聞いたら逃げちゃった、竹久夢二さんの挿絵を使っております。きっといけないことなのよ、だから言わずに飛んだのよ。誰が本当言うでしょう。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。私は可愛いいい子なの？それともおかしなお顔なの？誰が本当言うでしょう。私のことを私に。